少子化劇団ミモザーヌ1期生副団長の高橋真央です。高校3年生の17歳です。よろしくお願いします。はい、少子化劇団ミモザーヌ2期生の友田里奈です。中学2年生の14歳です。よろしくお願いします。お願いします。レッスンは歌とかダンスとかお芝居とか、最近でだとフラメンコとか日舞とかのレッスンも入ってきて、今は夏公演のトラベリングサマーに向けて頑張っているところです。はい、少女会議団ミモザーヌは和の文化を大切にするというのをモットーにやってるんですけど、和の文化っていうのは日本の文化もそうなんですけど、みんなで仲良くなんか和っていう、そういう和も含まれていて、すごい個性が豊かなグループになっています。私は母がこのオーディションを見つけて、なんかこういうの受けてみたら、分かったぐらいのノリで受けたら受かってっていう感じです。私は小さい頃からミュージカルとお笑いが大好きで、で年末にお笑い番組を見てたらこのミモザーヌの宣伝をやっていて、でお笑いもあるし少女歌劇団やしということで、好きなものがいっぱい詰まってそうだったので応募させていただきました。普段だと基礎レッスンとかを、筋トレとかアイソレーションとか、うん、ダンスの基礎的な部分とか歌の基礎的な部分をやってるんですけど、今は公演に向けて新曲が結構今回多いので、その新曲の振り入れだったり歌入れだったり、あとは今までやってきた既存の曲をもう一回一から練習したりとか、はい、メンバー変わってたりもするので、そういうところを今は練習してます。はい、あと4期生が新しく入ってきたので、その4期生を1期生の先輩方が1対1マンツーマンで指導したりとかしてます。私は将来今女優さんになりたいなって思ってて、ミモザーヌでは歌とかダンスもそうなんですけど、お芝居の練習もさせてくださって、すごいなんかその場で考えるレッスンとか考えてくるレッスンとか、いろんなレッスンがあって、でそのミモザーヌでは歌もダンスもやるので、そういう部分も活かして歌ったり踊ったりできる女優さんになりたいなっていうのが今の私の夢です。私は私もさっきリノが言ってたんですけど、小さい頃からミュージカルをやってて、いろんな舞台に出演したりしてきてたので、小さい頃から変わらずミュージカル女優になることが夢です。すごいなんか支えてくれてて、家で自主練とかしたりするんですけど、ここどうとか聞いてみたりして見てもらったりとかもしてもらいます。私はそうですね、私は親に練習してる姿を見せるのがちょっと苦手で隠れて一人で練習してるタイプなので、私はその本番に見に来てもらって、よかったよとか、もうちょっとこうした方がいいよみたいなのは言ってもらったりするんですけど、普段は結構応援してもらってます。なんか2期生は入った時瞬間からリモートレッスンで Zoom でレッスンだったんですけど、入った瞬間からだったので、どんなグループなのかも全然知らない状態からのリモートで、すごい緊張がさらに増して、なんかすごい寂しかったですね。私その1期生も今までずっと対面で合宿とかも期生はやってきてたので、いきなりリモートってなって、自分たちもモチベーション下がったりだとか、どうしたらいいかわからない時期が続いて、でそこに2期生も入ってきて、2期生ともどう関わったらいいのかがわからなくて、自己紹介みたいなやつをZoomで開いたりとかして、話すけどその顔しか映ってないから、どういう雰囲気でどういう身長でとかも何も分からへんから、で会ったらめっちゃでかいやん、そうそうそうちっちゃいんやとか、すごい驚きまくりでした。私は高校3年生なんですけど、高校が普通の高校じゃなくて、ダンスとか歌とかのそういう専門的な学校に通ってるので、普段の学校の授業がもうダンスだったり歌だったりなので、私はもうほぼ毎日1週間全部踊って歌っての毎日で、ほとんど勉強はしておりません言っていいか分からないけど、はい、はい、私はミモザーヌ演技とかでそのなんか歴史を知ってた方がいいっていうのがよくあって、この時代の
はどんな時代だったかとか、そういうのを知ってた方が演技に活かせたりするので、その学校の勉強も大切なんだよっていうのを教えてもらったので、一応ちゃんと集中して頑張ってます。大切だよって言って隣で勉強してるとか言っちゃった今回は去年の12月の公演で、その団長だった菊田誠ちゃんが卒団して、で今回新体制となって初のイベントじゃないな、公演なので、はい、そのいなくなってから頑張ってる私たちにも注目してほしいですし、レッスンとかみんなとの関わり方とかも結構誠ちゃんが卒団してからいろいろ変わってきてるので、はい、そのまあリノアとかもしっかりしてきたし、その後輩が4期生の後輩たちが入ってきたことによって、結構2期生とかもみんな、なんていうの、責任感も出てきたし、もちろん1期生の年上のメンバーだったり他の1期生のメンバーもみんな責任感が出てきて、みんなのことをまとめてくれたりするので、今回の公演は団結力が高まったから、その団結力が高まったことによって多分他の曲のクオリティだったりとかもどんどん今上げていってるところなのでですね。はい、今は私もずっと年下でお姉ちゃんについていてばっかみたいな感じだったんですけど、4期生は小学生が多く入ってきて、すごいなんか年下ができて、しかもすごい質問してきてくれて、で今まで私がそのまおちゃんとかに質問してたらこうだよっていうのをしっかり教えてくれたんですけど、やっぱり自分が聞かれたら不安でしっかり言えなくて、まおちゃんとかにこれで合ってますよねっていう再確認をしてしまったりするのでその自分自身がもっとしっかりすることが大切だなって思って、その自分自身の見直しにもなったので、それを踏まえての成長を見てほしいなと思います。企画、主に楽しい、わちゃわちゃした私たちを見せる。公演では結構なんていうの、パフォーマー、演者としてやってるんですけど、YouTube はもうありのままの素の私たち、はい、もう普段でもめちゃくちゃわちゃわちゃしてるグループなので、メンバー同士仲良くて、すごいわちゃわちゃしてたので、そのままを YouTube で出してる感じで、はい、企画とかだと大喜利とか、何したあとドッキリとか、もうやりました。ドッキリかけられましたリノアに。かけました。ドッキリかけられたりとか、結構いろんな企画、はい、ギャルになってみたりとか、いろんな企画をやってます。やっぱりでも、まーちゃんが言ってたみたいに、素が見れるので、公演との差とか、こんな面白かったんやとか、そういうのが私たちでも知らないこともちょっと発見できたりするので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。私はミモザーヌに入ってその基礎練習の大切さを知ったし、何よりそのいろんな年代、年のメンバーと関わることによって、そのなんていうの、一応副団長なので、その副団長としてみんなをどうしていけるか、まとめてあげられるかっていうところの責任感も持てるようになったし、分からないところがあったら教えてあげるとか、自分も成長しながら周りのことも助けていくっていうところも学べたし、何より一番は有観客でステージに立ってお客様に自分たちのパフォーマンスを見てもらうことによって、なんか自分たちもすごい楽しんでできるし、見てくれてる皆さんもなんか笑顔になって拍手とかしてくださる姿を見れるのがすごい幸せなので、そこがもう入ってよかったかなと思います。はい、私も舞台に立てることもそうですし、お姉ちゃんがたくさんできてすごい優しくて面倒を見てくださって、今となっては妹もできたんですけど、すごいその一人っ子なのでお姉ちゃんとかそういうのが増えた感じがしてすごく楽しいのと、あと一番は日常の一つ一つの出来事にしっかり意識するようになって、演技とかでも使えることがあったりとか、普通の歩き方でもどうやって歩いてたんやろうって、普段どうやって歩いてたんやろなっていうことがあるので、その今まではすごいなんとなく生きてたんだなって思うので、その一日一日を大切に生きるのがすごいできるようになっ
て、すごい毎日も楽しくなりました。長寿化劇団ミモザーヌトラベリングサマーという公演を開催します。8月18日東大阪市立文化創造館で大阪公演、8月23日に大田区民プラザで東京公演を開催します。はい、見どころをお願いします。見どころは、このトラベリングサマーということで旅というのがテーマになってるんですけれども、今コロナ禍で旅に行けなかったりとか、その世界中旅行に行けないんですけれども、私たちと一緒に世界旅行をした気分になっていただければなと思います。はい、そして、今回からなんと4期生が初参加ということで、小学5年生だったり中学1年生だったり、年下のメンバーたちの頑張ってる姿も見ていただきたいですし、私たち 1,2,3 期生の成長もぜひ見ていただきたいので、皆さんぜひ見にいらしてください。お願いします。待ってます。